どうもコロダです。やっほーってことで今減量中なんですよ。前もありましたよね。一回高くなって知ってる。そうです。で去年もなんか死んだ状況できた記憶があるんですけど、真っ黒になったじゃないですか。で今また焼き始めて慎太郎さんぐらい黒くなってるんですけど、この時期もうすぐ夏じゃないですか。で考えて夏に行こうと思ってるんですよ。ちょっとフラフラの状況で、で腹筋バキバキに割れてるんで、その時にちょっとキャーっていう黄色い線をたまには受けたいなってので、実は罵声しか食らってないんでっていうので、今日は海でちょっとギャル男じゃないけど、海でうわちょっとイケてんなみたいな、海でモテそうな髪型、そして髪色とうとう髪色も変えたいと思います。はい、今までちょっと育毛の関係でちょっと髪染めるの怖かったんでずっと染めずにビビってたんで、はい、っていうので今日ちょっとねはっちゃけていこうかなと思います。はい、ということでお願いします。はい、サイド6でいっちゃいましょう。ちょっと軽めで、はい小顔になればいいんだよいやでも髪染めるのすげえ久々なんですけどね。前遊戯王みたいなやつでやらかして終わりましたもんね。あれやってから街中で声かけられる率が半端じゃなくなってちょっと嫌でしたもん何があってました。あ、今動いてます、今動いてます。いつ入られたんですか？え、もう2週間前ぐらい。あ、じゃあ最近じゃないですか。最近入ってます。え、東京の人ですか？え、もともと東京で。え、一緒じゃないですか。え、どこですか？え、ちょっと明るくそうかなっていう感じです。はい、ということでこうなりました。めっちゃ切れましたね。ちょっと眠たすぎてもう目がぼーっとしちゃってるんですけどこれ減量のせいなんですよね。だいぶこのなんか色に合わせてくれたんですか？そうですね。めっちゃすげえ軽い。頭に何もないみたいなめっちゃ切れましたよ、絶対。カラーも久しぶりですね。はい、カラーも久々なんで黒春に合う。はい、これで夏ちょっと動画撮りに行きたいと思います。はい、ちょっとピアスも開けようかなそれどうですか？また、まあ、恒例なんですけど、ここログさん LOG って書いてログですよね。で渋谷駅から徒歩3分ぐらいのとこ、坂があったところにあるんですけど、まあ、今日のこの動画で、まあ、いつも恒例なんですけど慎太郎さん指名で、慎太郎さんだけなんですけど、慎太郎さん指名で初回の方 30% オフ、で2回目の方は 20% オフで3回目の方は 10% オフで、はい、割引きますんで、まず概要欄に載っけてあるんで LINE とか載せてあるんで LINE に追加してちょっと行ってみてください。インスタ真面目にやってるんですね。インスタ真面目なんで結構僕の動画あれ結構おちゃらけが僕のなんだろう変なふざけが入ってるんでインスタちゃんとはい、いろんな人のモデルさん、はい、いっぱいいるんで、皆さん参考にしてみてください。ということで、ありがとうございました。結構久々の毛がしっかり生えてきたんで、髪染めてみたりした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。